はい、ともゆうたです。タイトル通りあるようにちょっと僕の VAB がエンジンブローしちゃいましたんで、ちょっと今ガレージ山郷さんのところでちょっと車を預けてまして、一応ちょっとエンジンをバラしてもらったんで、ちょっと撮影していいということなんで、ちょっと撮らせてもらいます。はい、こちらがまずピストンですね。で、番号が振ってあるように、まあ1番、3番、4番、2番で、エンジンチェックランプがついて失火してたのが2番なので、ちょっと2番を見るとこういう感じでピストンが欠けちゃってます。ここの多分線が入ってるとこがリングとかがついてたところで、まあその組み上がってる時はリングとかが多分そのままついてたんで、なんとか形を維持してたんですけど、まあ、ピストンを取ったらこういう感じでバラバラになってるみたいですね。ここがポロッとこういう感じで欠けちゃってるみたいです。はい、で普通の問題ない方はこういう感じでリングとかもちゃんとついてて正常ですね。はい、こういう感じです。で次はバルブなんですけど、やっぱ2番が失火してたんで、こちらですねが2番なんですけど、燃えてないんで、ちょっとススカーボンっていうんですかねに燃えてないんで、色がやっぱ2番だけちょっと違うみたいです。はい、でこちらがシリンダーヘッドなんですけど、特にそんな問題があるっていうわけではないみたいです。でこちらが2番なんですけど、ちょっとやっぱ他と比べるとちょっと黒っぽいのかなっていう。まあ気持ちですね。そんなに大きく変わってるっていう感じではないみたいです。っていう感じですね。でこちらがシリンダーブロックになります。でこちらのこのメタルの感じですね、まあ、そんなに別に問題はなさそうみたいなんで、そのオイルの油圧とかが問題あるとかっていうことではなさそうです。っていう感じです。でこちらが、まあ、シリンダーブロックなんですけど、この中の方も別に大きな傷とかもないみたいで、中はそのまま HKS の単造のピストンを入れるので、これならあのボーリングで加工して HKS の、まあ、2リッターのオーバーサイズピストンなんですけど、それをつけれるみたいなので、はい、このままブロックは使えるんですが、で中見た感じ特にノッキングとかがしてるような感じは特に見受けられないみたいなんで、まあ原因としてはまあピストンの強度なのか、まあ、ブーストがかかりすぎちゃったりだとか、あとはちょっと空燃費計がついてないのでわかんないんですけど、ちょっと薄かったのかで今はちょっとわかんないんですけど、組み上がったらちょっと空燃費計をつけてどんな状態かっていうのはそれで確認できるんで、まあ、それで薄ければちょっとそれが原因だったりするのかなっていうのは
分かるとは思います。はい、でこちらがコンロット1234と、こちらはクランクシャフトですね。で見る感じ、その小メタルの方、こちらの中の方が別にそんなに損傷はないみたいで、まあ一応どうせならっていうことで新品にはするんですけど、まあまだ大丈夫かなぐらいのレベルみたいです。結構この小メタルが最初にいっちゃうことが多いみたいですね。こっちもそんなに傷とかがあるわけではないみたいです。はい、一応こちらがカムシャフトみたいです。あとこっちはインマニですね。はい、それでですね、今ちょっとガレージ山郷さんから今自宅に帰ってきたんですけど、まあ、ガレージ山郷さんは入間市にありまして、まあ自分は横浜なんで、ちょっとまあ、バイクで行ってきました。まあ2時間ぐらいですねがかかりますね。はい、でまあガレージ山郷さんのところになぜしたかっていうと、リスナーさんと結構まあツイッターでやり取りさせてもらうことが多いんですけど、結構まあ昔からちょっと見てくれてでコメントもしてくださったり、ちょっとまあツイッターでやり取りもあるんですけど、その方がまあ山郷さんのところのちょっと行きつけの方で、でまあ山郷さん BM もスバルも得意みたいなんで、でその関係で紹介してもらって、まあツイッターでまあ元はといえばエンジンチェックランプが結構ずっとついていて、で失火が出てたんですよ。でずっとプラグかなコイルかなって言って、まあ、自分で変えても改善されなくて症状が、でまあおかしいなどうしようかなって言ったら、あのツイッターでメッセージくださって、まあ、ご紹介していただいて、で山郷さんもね元あの純オートの方で、まあ有名な方ですよね。でまあもちろん腕もあるんで経験もあるんで、スバル車にのことはね、なんでまあぜひお願いしようかなと思って、今回はそういう感じでね山郷さんのところに一応お願いしました。まあ本当ね、本当 YouTube でのつながりでこういうこともあって、本当にね、僕がまあくだらないね自分のそのカスタム載せたりだとかね VAB の日常載せてるだけなんですけど、まあそれでもねそうやってなんか出会いがあってね、本当 YouTube やっててよかったなっていうのは思います。本当に、はい、感謝ですね。はい、でまあ結局、まあ、ピストンが割れてたわけなんですけど、まあいわゆる棚落ちなんですけど、まあなんオイルっていう感じもしないらしいんで、原因がやっぱブーストのかけすぎなのか強度なのか、あとはまあ空燃費なのかっていうところあるんですけど、その元はといえばそのチェックランプがついて失火して、まあ、それがブローって気づかなかったんですけど、意外とパワーあるんですよ普通に。なんでちょっと気づかなくて、でチェックランプがついた原因っていうかことの発端なんですけど、なんだフラッシュエディター給排気いじって、今までずっとマフラーとか変えてこなかったんですけど、
まあ、給排気いじってフェーズ2入れて、まあ、どんなもんかと、そのフェーズ2の動画上がってると思うんですけど、あそこでまあそれなりにちょっと首都高でどんなもんかって言ってドライブしたと思うんですけど、あの時にもうすでに結構ブーストがかかってました。でその後にあの HKS の BBI チューンっていうあのフェアみたいなキャンペーンみたいなのやってて、あのレーシングサクションとかカーボンサクションのそのインテークとか買うと、その給排気指定の給排気とかいじってるとそのデータがもらえるんですよね。 HKS のあのパワーライターのまあ3つ目、フェーズ1フェーズ2ってあると思うんですけど、それではなくて3つ目に入る項目のやつがデータが最近の新しいやつがあって、それを入れました。でその時に結構オーバーシュートで 1.8 近くで、落ちても常時 1.6、1.5 とか結構かなり高めのブースト制御で、でそれを入れた時も首都高でちょっとドライブして、これはちょっとブースト高すぎるなっていうのがあって、ブーコンをつけたんですよ、その後にすぐに。ですがその首都高でちょっと新しいデータを試してみようと思ってドライブして、まあ何事もなく帰りましたと。で次の日仕事でまあ出勤しますよね。でそしたら朝走っていたらいきなりチェックランプがついて、でなんだろうなと思って、まあ診断器当てたら4番が失火したと。でまあ4番が失火なんで、まあプラグかなと思ってプラグ変えました。そしたらまた失火しました。そしたら次はなぜか2番なんですよ。でおかしいなと思って、いやなんでだろうなと思って、そこと時点でまあちょっとおかしいんですけど、でまあしょうがないやつって言って、まあ、プラグを9番に全部変えて、でコイルも HKS のやつに全部変えました。でちょっと乗ったんですけど、やっぱり失火が2番がついて、でもう一回プラグだけ変えたんですけど、やっぱりまたつく。もうこうなったらもう何かおかしいなっていう、プラグコイルではなくて、まあ例えば最初ハーネスとか疑ったんですけど、どこも断線もしてないしこれはちょっとおかしいっていうことで見てもらって、まあコンプレッション圧縮圧力を測ってもらったんですけど、もう2番がほぼゼロでした。そりゃね、あの失火しますよねっていうことですよね。はい、そりゃねプラグコイル変えたってね直らないよっていう。でなんかね調子いいとね消えたりしたんですよ、チェックランプが。だからな、何なんだろうなと思ってたんですけど、結局エンジンブローでしたっていうね、そういう感じです。でまあブースト投げすぎなのか空燃費なのかっていう問題だとは思うんですけど、まあ、空燃費計つけてなかったんで、エンジン直ったらもう空燃費計つけてしっかり管理して、でブーストももうちょっと抑えて、まあマージン取ってね安全にちょっと乗ろうかなと思ってます。でオイル管理もねもうちょっといいオイル使って、もうサイクルももう少し短めにして、これからはねちょっと様子見たいと思ってます。はい、てな感じですね。で結構 D 型仲間も結構ブローしてる方いて、でツイッターで見ると D 型ブローしてる方もいるんで、まあたまたまなのか D 型に問題があるのかちょっとわかんないんですけど、まあ皆さんもね、まあ皆さん多分しっかりね、僕みたいにねもう僕完全素人なんでちょっとねわかんないとこもあるんですけど、それでねまあブローしちゃって
て、まあ、させちゃったのかなとかっても思ったりするんですけど、まあぜひね、まあ僕が実験者じゃないですけど、こうやってなってるのも事実なんで、皆さんには同じ道を歩んでほしくないんで、ぜひね気をつけて、まあいじる方はね、パワー給排気とかいじる方は本当気をつけて、まあ皆さんちゃんとまあ知識あっていじってると思うんで、僕みたいにねなんないとは思うんですけど、まあぜひ本当気をつけて、同じ VAB 仲間としてね気をつけて乗ってもらいたいなと思います。はい、ちょっと長くなりましたけど、まあこんな感じでエンジンブローについては以上ですね。またちょっとエンジン組み上がったらちょっと鳴らしもしないといけないんで、また動画撮っていこうと思うんで、はい、ぜひまたご視聴よろしくお願いします。はい、以上です。今ガレージ山子さんのデモカーですね、 GDB があるんでちょっと撮らせてもらえることになったので、ちょっとちらっと見ていきたいと思います。このタービンがすごい大きいのがついてますね。でこれは前置きになってるのかな。こういう感じですね。これは多分ワイドになってて結構いい感じの面です。ついててかっこいいですね。